うわ、あ、車中泊しやすいに下仁田の道の駅が、見えてきましたので急遽ねレビューをしてみます。こういったなんかいいよね、突然始められるのもね車中泊の旅の魅力ですね。さあということでそろそろ着きます下仁田。ちょうどねトイレ休憩もしたいし、さあどんなとこかな、なんか昔からあったっけな、ここ覚えてないな。この先信号左折、この先信号左折、方とかね、大きいキャンピングカーでも泊まりやすいかっていうことを、着目してレビューします。これあれですね、道の駅下仁田の看板が見えたらこれ裏から入った方がいいのかな、ここ左って書いてあったからここを左に行ってみよう、まっすぐ行っても入れそうだけど、よし休憩だ。また止めやすいね、しかもここ水平だね、平ら保たれてるよ、いいんじゃないここすごく大型止めやすい。ああでも奥の方だけですね水平は、うん、ちょっとやっぱり全体的に斜めになってる。どこ止めようかな、何止められるかな、ここ新しいな道の駅。ここ空いてるよ、ここ空いてるね、じゃあここにしよう。うん、ここ空いてるから、ほらここ空いてるよ。そうだね、あっちが施設ね、なんか売店とかある。でこっちがこっちの奥の一番奥はバックで止めるようだけど、結構広い。ここはね大型車車中泊しやすいです。普通車ゾーンはこんな感じでちょっとね斜めってますね、水はけはいいんだろうけど、でもまあ車中泊しにくいってほどじゃないな。左右方向はやっぱり向こうの道路側に傾いてるね。駐車場はねかなりゆったりしてて止まりやすいんですけど、傾斜さえねちょっと気にならなければこの、道の駅は車中泊それほどしにくくないということになりますかね。大型車はね、ちゃんと独立した広い駐車場もあるので、大きい車、キャンピングトレーラー、車中泊しやすいに認定。まあ、普通車はね、ちょっとね、坂が、傾斜があるんで、まあ、他のとこ行った方がいいかな。どうかな。うん。でもまあ、施設的には新しいし、結構農産物直売所が賑わってて、お客さんの出入りは激しいんで、夜着いて朝出発するっていう感じで行くと、かなり快適だと思いますので、ぜひね、ご利用くださいということで、今日はこのくらいにしておきます。またね、サービスエリア、パーキングエリアの方もですね、車中泊しやすいがレビューもやっておりますので、ぜひね、チャンネル登録をして、次の動画をお待ちください。ではまた、バイバイ。